今回紹介するのは「戦略がすべて」という本です。新聞の誤報は今後増えていくことが予想され読者はそれを防ぐことはできない以上自衛策として情報の裏を取る代わりに逆を取れ148ページという話や昨今の教養ブームがなぜ生じたのかについての説得力ある仮説160ページ。 自らの帰属する場所の自らに対する影響を客観視することの重要性192ページ等面白い話のてんこ盛りですが本書の最後で「以上は皆著者の仮説だから読者は自分で考えてみるように」と投げ返されます。この課題は再読時にもう一度やってみたいと思います。 本書を独了して一番心に残ったのは最終章にあった「達人は自分に合わせた自分に必要なスキルを高負荷かつ効率的に鍛える」独自のトレーニングをしているもの251252ページでありビジネスマンであれば身の回りに起きている出来事や日々目にするニュースに対して 戦略的にかつ方法を考える習慣を身につけるようにすると良いとのアドバイスでした252ページとても耳に痛いのですが初めてみようという気になりました以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします